こういうストレッチよくやられてるでしょ、こういうのね。こういうのでもう全然みんな大腰筋効かせられてないので、っていうのも大腰筋っていうのはインナーマッスル中のインナーマッスルですから、オッケー、インナーマッスル中のインナーマッスルやね。ね、インナーマッスルの王様やから、こんなでは力みすぎてて、そこはストレッチかからないんですね。超絶的に脱力してないといけなくて、あと大腰筋っていう筋肉がどのようについているか、筋の走行ですね、を知る必要があります。背骨からこの奥ですよ、背骨から大腿骨に向かってこう縦についてる縦長のすごく筋肉なんですね。だからこういう風に伸ばしたところでもうお腹にしかほぼ効いてないんです。やり終わったらですね、この中が伸びた感じになりますので、これは結構高度ですよ。 OK かな。これがね、あの大腰筋ストレッチなんですよ。これはなかなか世の中の人知らないんですね。なんでしょうね、よくこんなストレッチもされてますけども、こうやったら大腰筋、こんなん全然大腰筋ストレッチされてません。つまり重力ですね。大腰筋っていうのは足を吊り下げてくれてる筋肉なので、そして重力方向に向かって垂れ下がる筋肉なんです。なので筋力で伸ばすっていう意識ですね。普通のストレッチは筋肉の力を使って伸ばします。こういうのもそうですし、こんなんではインナーマッスルですね、大腰筋はストレッチされない。重力、これグラビティストレッチって呼んでるんですけど、重力の力を頼らないと伸びてくれない筋肉なんですね。だから温泉使って、あー気持ちいいなっていうぐらいの感覚でやらないと伸びてくれませんよということです。大腰筋のストレッチは簡単なわけがないんです。難しくて当然なんです。でもそれをできるようにしていくと身体能力は格段に上がるってことです。ストレッチできたかどうかってどうやってわかりますか？これはですね、なかなか大腰筋っていうものが そもそもみんな感覚がないんですよね。ないから最初のうちは今の感じでやればいいです。そのうち感覚で分かってきます。これ感覚でしか分かんない、感覚でしか分からないのでやってみてください。でその後ですね、立ったら、右足だけちゃんと、例えば右やったらね、指標としてはちゃんと右だけちゃんと軸が通るってことですね。頸骨直下点にしっかり体重が乗って、頸骨にしっかり乗れて、前ももが抜けてて、もも裏が効いてて、肩はこっち降りてくると、下がってくるという感じになれば、もう大腰筋がストレッチされた可能性が高いということです。で、その後歩いてみる。歩いてみた時に右足だけよく伸展されるとか、あるいは戻ってくる時に足がものすごく上がって軽く歩けるとかいう感じになれば大腰筋使えてるっていう、指標だと思っておいてください。なのでトレーニング、このストレッチして終わりじゃなくてね、した後の感覚をしっかり味わうこと、めちゃくちゃ大事。そこまでをトレーニングとしてくださいね。体を本当に変えていきたかったら、体操をやった後にどんな感覚になったのかっていうのをキャッチする。その身体感覚っていうのはあなた固有の、あなたのパーソナルのものなので、それをしっかり感覚でキャッチするね。で、ここがこう変わったの、軽くなったなっていう感覚をちゃんとキャッチしてまでが体操ですからね。 OK ですかね。だからこの大腰筋のストレッチもやり終わった後立ってみて、お、なんか右足だけ軽くなった気がする、右足だけちゃんと地面に体重乗せれてる、あ、足踏みしたら右足だけ軽い、右足の方が軽い、歩いてみたら右足がよいい感じで動くとかいうことになれば、大腰筋がストレッチされましたよっていうことです。だからそこまでをトレーニングとしてくださいね。はい、トレーニングやって体操やって終わりっていうのはダメですね。はい、武術、僕は武術やってたからね、武術の世界なんて本当厳しくてね、よく体操とかやって、これでいいですかとか、これで合ってますかっていうこと聞きますよね、皆さんね。で、僕は全然、僕には聞いてくれていいんですけど、武術の師範はもう大体それを聞いたらご法度なんですよね、武術って。つまりこれでいいですかはありえないっていうのが武術の世界で、それは自分の感覚で感じないといけないですよね。感覚で感じないといけなくて、で、外見の形ではなく中がどう動いたかっていうことを武術っていうのは大事にしてるから、これで合ってますかっていうのはないっていうふうにね、戒められてましたね。でもそんなことをですね、世の中のこの一般の皆さんにやったら厳しすぎるので、僕がですね、そんな武術の厳しい世界をこんな T シャツ着てですね、優しく分かりやすくお伝えしてるってことです。だから指標としては今言ったことなのでね、そういう感じで覚えておいてください。そして皆さんも、体操トレーニングやるときはやって終わりではなくて、やった後にどんな感覚になったんかなっていうところをキャッチするところまでやって、そこまで完結して体操だということを覚えておいてください。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。